くてモフモフ、かわいい。どこに行けば生きた個体に会えるかな。うん、大好き。前にカブに会ったよね。残念、あの子きっと今頃勝手に遊び回ってるよ。でもよく考えたら、この動物の標本がここに展示されてるのってもうこの世にはいないからだよね。あのトパース、一体どうすればカンパニーはベロブルグに情けをかけてくれるの。ブローニャたちはね、この世界を少しでも良くするために死ぬほど努力した。その努力が一瞬で奪われちゃうのはあまりにも残酷っていうか。ミツキさんたら、カンパニーを何だと思ってるの。忘れないで、私たちはベロブルグの喧騒者と同じく孫悟を実践するものだよ。いずれにしても私たちが提案した解決策はベロブルグの人々の幸福を考慮したもの。それさえできなければ戦略投資部はレギオンみたいな理不尽な集団になっちゃうでしょ。つまりうちらが心配する必要はないってこと。でもブローニャは。安心して、大守護者は人並み外れた知恵者だから、きっと分かってくれる。それに君たちの質問に素直に答えるとしたら、答えは何をしても無駄だよ。どんな障害があろうと、私は絶対にヤリイロ6でのプロジェクトをやり遂げる。急に威圧感がゾワッとした。だから君たち二人にはこの件についてあまり気にしないようにしてほしいんだけど、どうかな。ヤリイロ6に滞在してる間はお祭りの賑やかな雰囲気を楽しんだ方が。まあごめん、同僚から連絡だ、もう行かないと。じゃあね。どうしよう、たくさん話したのに全然進展してないじゃん。それはそうかもしれないけど、ブローニャに申し訳ないじゃん。結局トパーズは自分の仕事の原則を貫いてるだけだったね。一歩引いて考えても、列車組の立場的にカンパニーと対立するのが賢明じゃない。利害関係が複雑すぎて処理できない。学校では誰もこんなの教えてくれなかったのに。あれ、そういえば記憶を失う前のうちって学校に通ってたんだっけ。誰からのメッセージ。カンパニーの人が仮装部で暴れてるって。もうさっきまでベロブルグの人々の幸福を考慮するなんて言ってたのに、カンパニーの資本家たちの言うことって本当に一言も信じられないんだから。はあ、もう変なこと言ってフラグ立てるのはやめよう。今は全然激おぶる気分じゃないのに。うん、こんなこと言っても仕方ない。行こう、早くゼーレたちを助けないと。まだ早いし、どこか行こうか。ゼーレ、
くれたのね。よかった。あんたたちがいなかったら持ちこたえられなかったかもしれないわ。悪いわね。あいつらの武器も操縦してる騎兵も私たちよりはるかに強いの。でも重傷者はいないわ。遅延の仲間が何人か擦り傷を負っただけ。向こうが殺す気でかかってこなかったのが幸いだったわね。ほら、あの黒服の二人、さっきから校区の入り口を見張ってて誰も出入りさせないの。自分たちの装備が優れてるからって人をいたぶるなんて一体何様のつもり？口が聞けないの？うっとうしい。コークが今どうなってるのか知ってる人はいないの？さっき慌てて飛び出してきたコーフに聞いた話だと、コーク全体が黒服の奴らに占拠されたらしいわ。あいつら資産評価だのなんだの言っておいて、仮想部の日常をかき乱してるだけじゃない。誰？さっきまで博物館にいたんだし、もしかしたらトパーズの部下が勝手なことをしてるんじゃないかな。あんたたちが言ってるのってあの黒服たちの親玉のこと？まあいいわ。パートーズだろうがトパーズだろうが関係ない。今は急いで大航空を取り戻さないと。あんたたちも一緒に来る？やっと仕事が終わった。ちょっとあんたたち、人の言ってることがわからないの？それとも口が聞けないの？いい加減そこをどきなさい。二人とも立ちっぱなしで疲れてない？カンパニーの社員ならお昼休みくらい取れるよね。この二人、一体どうしちゃったの？お前たちは、この前雪原で総監と話していた。なんだ、この前うちらを始末しようとしたやつじゃん。じゃあうちらの身分も知ってるよね。あんたたちのボスですら、うちらには礼儀正しく接するんだから、その部下のあんたも礼儀をわきまえるべきじゃないの？いや、ここを離れるわけにはいかない。チームリーダーが言ってたんだ。誰か一人でも中に入れたら僕の半年分の業績をなかったことにするって。へえ、あんたってチームリーダーでもないんだ。課題評価してたみたいだね。あ、黙れ。カンパニーに入るために僕はある小惑星で6、7年もかけて準備したんだ。それから17次面接に忍び込んでやっとの思いで就職に成功したのに、お前たちみたいな無職に僕を批判する資格はない。カンパニーだの面接だの無駄話が多い。もう我慢の限界。これ以上こいつと話しても意味ないわ。行くわよ。何をためらう？父親よ来たれ。この賭け皆を招こう。やっかよ避け。うっとうしいわね。亡者再臨。始めるか。避難早々。
の世に送ってやる。楽にした蝶と共に散れ、スターレイファントム。逃げ足だけは早いのね。これが17次面接を突破した実力？普通じゃん。気を緩めないで。聞いた話によると、コークにいる連中は相当手強いみたいだから。あんたたちの準備ができたら出発しましょう。ちゃんと休めと？あんたの準備が終わったら、あのカンパニーの腰巾着たちを懲らしめてやろうね。いつって、さっき博物館でトパーズと話し終わった時だけど、まさかあんた気づいてなかったの？もう、もっと周りの仲間に関心を持ってよ。カンパニーの件を早く解決すれば、またお祭りを楽しめるよね。準備ができたらゼーレに声をかけよう。準備はいい？カンパニーの連中を下層部から追い払うわよ。行きましょう。